し、やりましょう。じゃあ最初に野菜を切ります。はい、まな板まだ出してなかったね。みゆちさん、お母さんこんにちは。みおさんこんにちは。まゆさんこんにちは。ちみーさんこんにちは。まゆさん、何作ってるんですか？今日はチーズトーストと、この前作った梅ジャムトースト、梅ジャムを使ったトーストと、目玉焼きにウインナーにトマトとキュウリのサラダです。みなさんこんにちは。ドリドリライフさんこんにちは。キャンディーマジカルさん、今ちょうど何食べようか悩んでたところでした、嬉しい。ともさんこんにちは。まゆさん、美味しそうですね。わわわっきーさんこんにちは。静香さんこんにちは。お昼のライブ配信嬉しいです。ママゴンゴンさんこんにちは。ゆうりさんか、視聴始めました。まゆさん、夜のライブ配信しますか？まだわかりません。琉球愛花さん、見てると不思議とお腹すきます。お腹すくよね。すくよね、お腹すい、もう昼だもん。ごはんさん、下処理が丁寧ですね。
まゆさん、お母さん、昼夜大変ですね。お昼は冷凍パスタで済ましちゃいました。みほさん、こんにちは。たかこさん、こんにちは。もなかさん、こんにちは。お昼配信いつも仕事とかで見れないので嬉しいです。みんなね、働く時間帯がバラバラだからね。昨日は長々と失礼しました。うちはそうめんにします。そうめんもね、いいよね。ごはんさん、何人分作られてるんですか？3人分です。休憩時間が固定されているのでなかなか見れませんが、今日はラッキー。なるほど。休憩時間がバラバラなのね。今日はたまたま見れるの。そうめんが少ししかないので、主人はそうめん、私はご飯です。昨日下茹でして水につけておいたふきを煮ました。ご主人はそうめん。
かこさん、細めの茎だったので皮むきが大変でしたが、食べたらそんなの忘れちゃいます。やっぱりね、茎の下処理が大変だもんね。みほさん、1分50秒真剣勝負してます。茹で時間ね、大事だもん。蓋はします？しません？蓋なし？蓋した方がいいかな。どっちがいい？なしでも大丈夫よ。なしでも大丈夫、うん、でも卵があるかな。卵がいいかな。ちょっと一時だけ聞くか。みほさん、パパ帰ってきたのでまた来ます。メルコさん、こんにちは。今日のお昼はパンなんですね。今日はパンです。パンです。お散歩さん、こんにちは。今日は最初から見られて嬉しいです。ゆかちんさん、こんにちは。美味しそう。美味しそうでしょ。お腹空いてたらね、もう何でも美味しい。まゆさん、ウインナーつまみたい。今日孫たちが来るのでリクエストの餃子を作ります。孫たちのリクエスト、いい音ですね。いい音。
まちゃん、うちは業務スーパーのマグロのたたきでマグロと納豆と卵のせ丼にしました。いいなぁ。ゆかちんさん、ウインナーは何歳になっても大好き。コンプミニマムさん、盛り付けのお皿同じの持ってます、嬉しい。これもいただき物です活用してます。これを持ってるって、おそらく右側のお皿はオリジナルで作ってプレゼントしてもらったもんだから。そうよね、うん、ないんです。切れますか。切れないときは切れない、ハサミどこ、おっと、大胆調理、卵をハサミで切る。まゆさん、ハプニング気をつけて。よし。まゆさん、さすがお母さん。みかさん、こんにちは。いつも一つ一つが丁寧で、自分の大雑把さに反省ばかり。いつまでも元気で、料理たくさん教えてくださいね。ナッツさん、キッチンバサミ万能ですね。いや、クリームチーズ買ったけど、他に何使えばいいんだろうな、悩む。まゆさん、パン屋さんの食パンですか。そうです、パン屋さんの食パンです。みゆちさん、お母さんの丁寧な作り方を見てるとこちらまで奮い立ちます。モスバーガーにしようと思ってましたが、トマトとニンニクのチーズナポリタンにしました。やっぱり手作りが一番ですね。おー、チーズナポリタン。トマトとニンニクのチーズナポリタンってどういう作り方なんだろう、気になる。 M デイズさん、こんにちは。お昼から嬉しいです。でもさ、うん、ジャムの方からした方がいいかもね。ジャムの方ね、うん、うん、あのチーズが固くなるからさ、うん、最後の最後の方がいいかも。あ、そうね。
やすこさん、美味しそう。そろり。静香さん、いい焼き色。へなんなんママさん、焼き具合いい感じですね。ですね。メルコさん、トースターよりグリルで焼く方が早いですね。早いです、確かに。よくうちはグリルを使うから。やすこさん、パンは2枚ずつですか。はい、2枚ずつにしました。今朝グリルでパンを焼いている間に他のことしてたらパンが丸焦げになっちゃいました。あるあるよね。うん、あるある。みゆちさん、トマトとニンニクのチーズナポリタンはホールとトマト缶1缶にニンニク1房、玉ねぎとニンニクを炒めてトマト缶を入れて
お砂糖、塩コショウで味付けをし、茹で上がったパスタを投入、とろけるチーズも 100g ほど入れて完成です。ほう、こんな美味しそうなのを今作ろうとしている。うん、やっぱね、ゆかちんさん、窓のところにあるのはそばの実。そうですよ、そばの実、まあ、スプラウトになってます。あれを切ってから一つずつつけようかな。たかこさん、グリルは万能ですね。うちはトースターが壊れた時フライパンで焼きました。グリルはね、結構万能ですね。あ、それって裏返した分？うん。でもそしたらチーズの分が作れなくなっちゃう。チーズの分はどうする？これ見ようか。一枚だけしとかないと。こっちがちょっともうまだあれやけん。ね？うん。枚数が足らなくなっちゃう。たかりゅうさん、グリルでパン焼いたことないから今度やってみます。ぜひやってみてください。美香さん、料理の先生だったんですか。いえ、違いますよ。元看護師さんですね。マシャさん、ジャムは何ジャムですか。自家製ですか。これは梅ジャムです。自家製です。この前なったかな、リールとかにも紹介してる梅の蜂蜜漬けの梅を取り出してそれをジャムにしたものですね。これでいいかな。うん、まだ、もうちょっと焼いた方がいいんじゃない。タツモンさん、今入りました。今からね。タツモンさん、こんにちは。タカコさん、梅ジャム美味しいですよね。アンズジャムと似てるから好きです。梅ジャム酸味があってね、今の時期にちょうどぴったりですね。お、いい感じ。これもういいですよ。どう？大丈夫大丈夫、うん、でも置くところがね。ゆかちんさん、トースターだと熱くなると止まるからグリルの方がいいですね。ただの食パンじゃないからか、なんだかとっても美味しそう。これはライ麦パンですかね。はい、ライ麦パンを買ってきています。ミュミュさん、こんにちは、見れた。ちょろっと焼いてから入れようとかね。チーズ、うん、だこうなったね。タツモンさん、ワンプレートだと彩りも綺麗。チーズは外しとかなくて大丈夫？フィルム、これ、うん、大丈夫。まゆさん、魚焼きで焼くパン美味しそうですね。
そんなに簡単に焼ければいいけどね。お、あれだろう。あ、さっきにだとやろ。そうです。間違えた。ジャムですか？そう、梅ジャムです。自家製梅ジャム。キャンディーマジカルさん、美味しそう。フィーメイズさん、豪華ですね。そう、今日はチーズトーストと梅ジャムトースト、目玉焼きにウインナーにトマトとキュウリのサラダです。本当にこの人の方が豪華に見えますね、うん、よし、できた。はい、できました。いや、よかったらそっちの紹介しようかね。そっちの紹介しようか。やっぱ卵ついたと思うね。うん。大丈夫かな。はい、大丈夫です。はい。あ、逆かな。ちょっと。あ、そうそれ。あ、そう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 。逆ってどういうの？そうそうそう。こう？あ、逆が良かった。ごめんごめん。間違えた。こう？こう？うん。あ、おっとおっとおっと。はい。できました。こちら。こちらがチーズトーストに梅ジャムトースト、目玉焼きにウインナーにトマトとキュウリのサラダです。梅ジャムは自家製ですか？そう、梅ジャムは自家製です。ミミさん、梅ジャム作ってみたいです。あ、ごめん、ちょっと遠くの方でいいかな。ごめん、もう一回、もう一回、ごめんごめん、取り忘れた。何も、もうちょっとその辺でいい。そこで大丈夫。こんな感じ。この辺で引いた方がいいか。よし、オッケー。はい、大丈夫。高子さん、美味しそう。ヘナナンママさん、美味しそう。美味しそう。キャンディーマジカルさん、豪華、彩りも良くて本当に美味しそうですね。ミオさん、美味しそう。では、お昼ご飯にしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。